2024年11月9日に俺は殺されるらしいです。というのも1週間前自分の X の DM に殺害予告が届きまして、普通に怖いです。こちらがその DM なんですけど、自分自身これが初めてじゃなくて、やっぱり配信者とか YouTuber してると頭がオカピーポーな人たちから声の来るので大変ですね。あとこれ9日ってなってるんですけど、最初に来たのは2日の20時って言われたんですよ。そこから何回か日付変更があって、多分9日に確定しました。もう送ってきてるの完全にクソガキで、まだね DM とか返してないんすけど、さすがに返信しようと思って返信しました。なぜか羽織ってしまいました。深夜テンションですね。その30分後に遅れて恐怖がやってきたので、嘘です、やめてくださいって返したんですよ。そしたら、覚悟はもうとっくに決まってんだよ、やめるわけねえだろ、お前の人生に俺が終止符を打つ。アニメの主人公ですか？なんか俺が悪役で悪いことしてる気分になって一瞬謝ろうかなって思いました。かっこいい感じで言うのやめてください。口だけのかまってちゃんだと思ってるので、特に自分は対応とかしないですけど、他の方にはやらない方がいいですよと広い心で大人の対応をしたんですけど、そしたらね、かまってちゃんじゃないってことを2日に証明してやるよ。あの世で貢献するんだな。よ、アニメの主人公ですか？発言が全部世界を救おうとしてるヒーロー気取りでムカつくんですけど、まあでもね、ここで煽りました。なんか言い回しかっこいいっすね。わら、このわらがいい味を出してるんじゃないかなと。そしたら次の日に返信返ってきました。あんまり俺を怒らせるなよ。マジで切れたわ。祝視聴数をやろうと思ってたけど、あげねえわ。ツールを使っても特定してるからな。別か覚えとけ。普通に怖いです。さっきまでの主人公はどこにいた？これにすぐ返信しまして、わかりました、覚えときます。でも忘れちゃう可能性もあるので、一応当日に DM お願いします。ふざければやめてもらっていい？ふざけてないけど。顔見せて。急に距離感詰めてきた犯人が何をどう思って急に俺の顔が気になった？まあ、素直にね、顔見せたくないので、まあ、ネットで適当に写真探して空を飛んでいるおじさんを送りました。舐めてんの？チャンスをあげたんだけど、お前は選択を間違えた。予定がつかない20時に私がお前を殺す。キャー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 、楽しみだよ本当に。どうやら僕の人生は終わりました。やめて、怖い、本当にやめてください。やめてやめてやめてって言ったら、キマ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 、やめな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 、キャー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 。そもそもキャハハって笑い方何に影響されてんの？リアルでキャハハって笑うならわかるけど、文章でキャハハは嫌だねとは草を生やしてくれ。そのキャハハって笑い方何ですかって聞いたら、知らねえよ、普段からこうやってキャハって笑ってんだよ。マークあんの？てか何よってくるじゃねえ、お前のことが嫌いだ。笑い方がチーカーっぽくていいね。俺もこれから笑うときはキャハってみる。話戻すけど、なんで俺の顔見たかったの？本当に自撮り送ってやるから、まず君の顔見せてよ。そしたら俺の顔見せるから。もしかしたらこいつは俺の顔が見たいから犯行予告をして脅して見せてもらおうと思ったのかもしれませんね。絶対お前も送れよ。嘘だったら2日は覚えとけよ。まあお前が顔見せても見せなくても2日は地獄を見ることになるけどな。この後に犯人の顔が送られてきたんですけど、それがこちらです。画像検索したところ、めちゃめちゃネットに落ちてたヒロイガでした。ちょ、ヒロイガですやん。イケメン男自撮りとかで検索画像保存して送ってますやん。あ、自分の顔だけど何、ヒロイガってどういうこと？なぜバレる嘘をこんなに堂々と言えんだろう。そのメンタルがすごいね。君の顔がネットにあるよ。はあ、お前そらした？やあ、ママギうるさはガチで地獄見せてやるよ。マジで確定な。ヒロイガって認めて謝ればいいのに。もういいや、二日奪うとけ、止めろ。わかった、覚えとくねって送ったら信じられない返信返ってきたんですよ。はい、やっぱ二日がなくて日頃に休止よ。お前を夜はせいぜい一日伸びた命を楽しめんだな。絶対二日に予定入ったから延期したよね。まあ自分は二日も3日かも暇ですけど。お前がかわいそうだとも日付伸ばしてやったんだよ、ベーケル。そうですか、わかりました。これで終わると思ったら。はい、やっぱり僕の顔にするを覚悟しとけ。日にち伸ばして結局何もしないパターン。そうだったら嬉しいです。いいよ、ベーカー、いつか来る日を今日、ニュースはとお前に当たってんだよ。もう日付変えないです。決定です。日月の心と20時にお前を殺す。さよなら。俺は必ず生きてやるよ。絶対な。で、DM 一旦終わって、今動画編集してます。何もなかったら犯行予告が9日の20時なので、その1時間くらい前に YouTube ライブでカウントダウン配信でもしようかなと思ってるので、見守りに来てください。
ください。みんなは犯罪だからこのガキみたいなことはしないでね。ということで高評価とコメントお願いします。またね。